今日もあなたと百姓一揆。本日は2018年の4月の23、月曜日ですね。今日は寒いっすね。昨日はアロハでハワイでございましたが、今日は南極ですか北極ですかっていうね、めっちゃ寒いっすね。今日は動いててちょうどいいぐらいの、風が冷たいですよね。なんでしょう、あれなんですよ、いつもね申し上げている通りですね、ゆっくりゆっくりこうね右肩上がりでですね、徐々に変化していっていただくね、そしたら体もね、人間的にも精神的にもね穏やかな気持ちになるんですけど、これはどういうことですかね。まあまあ農業というのはね、おそらく農業者に限らず屋外で働いている人たちね、みんなおお今日寒いなと言っとると思いますが、さあ草刈りでございます。この時期はねもう草を刈らんでいかんわけです。いろんなね通路など草を刈るわけです。どうやったね、このゴールデンウィーク皆さんきれいにするんですよね。なのでね、周りが草刈り始めたらね俺も刈らんといかんわけですよ。正直ね挨拶されましたね、挨拶されたら一応頭下げるんですけどね、頭にヘッドセットつけてますからね。これ本当はね一足二足ってあるんですけど、二足早いんですけど俺も足が痛いんでね。でまあ問題はね、草刈りというのはねこのようにしてね、我が農園は除草剤は一切使いませんのでね、こういう通路がね草に覆われるんですよ。でそれはやっぱりね具合が悪いので、この通路をねこうやってこまめに絡んでいかんわけです、ね。いわゆるね新規就農者がね、いわゆる大体有機農家だったりしますけれども、嫌われる原因のその1はね、こういう通路の草を刈らないってことなんですよ。これ絶対ダメなんですね。これ皆さん共用の道路ですから。まあこの辺も刈っちゃっていいんですけどね。この辺柿菜ですけどね、柿菜も花咲いちゃって、田舎の人ってね、まあ基本的に除草剤を大体使っちゃうんですけどもね、自分の畑よりもねこうやって皆さん共用のところをね意識持ってきれいにされるわけですよ。でこの辺がね、都会からやってきた人とか新規就農者とかやっぱり最初分かんないんですよね。で自分の畑だけねきれいにしてて、こういう通路をね刈らないっていう風にしてる人はね一番ダメなんですね。最もやってはいけないことなんですよ。この門はねこうやって斜めのところでもね、右左こうレバーがありますんで、それをうまく駆使すればね、ある程度の斜面も刈れます。ね、もう竹がねここまで来てるので、本当に竹からんていかんのですけどね、もうそこら辺はもう道路までせり出してきちゃいましたね。これがね道路を経てこう来てこっちの私の畑にね竹生えてくるんですよ、ね。耕作放棄地が増えればそこに竹が生えて、そしてイノシシやサル、ね、いわゆる獣害が住
み付いて被害が起きるということになりますね。ね、こんな感じで綺麗になります。もうお昼だ。斜面でもね、全然余裕で枯れますから、まあこういう技術をね身につける必要がありますが、なんせね、畑広いですからね。ここ全部で 3から4ヘクタール、まあ3ヘクタールはありますけど、この周りをね、大体もうほとんど私が借りてるので、できるだけ共用のところの通路をね、借りようにはしてるんですが、なかなか追いつかないですよね。まあそうそう文句を言ってくる人ってそんなにはもう今はいないんですけどね。ね、二速で行くとこのスピードですね。早歩きになります。早い。ね。ただこれだと足がつりますんで。はい、てなことでね、今日は本当寒い。今日小一時間ちょっとね、このモアでね、ゴールデンウィーク前ね、一年先輩間です、てなことで今日はね、モアを草刈りをしている、その百姓農園の、揺れてる。